こんにちは。人からわかる3分技術史。今日は大河内正敏について勉強していきましょう。大河内正敏、1878年生まれ。明治から昭和にかけての物理学者であり、理化学研究所の立役者として知られます。大河内は明治11年に東京府浜松町で生まれました。父親は上総国大北藩主であった大河内正忠です。しかし正忠は戊辰戦争で幕府側についたため、明治維新後は不遇の立場となっていました。そのため正敏は間もなくして、叔父である大河内信久の婿養子となります。大河内は10歳頃から大正天皇の学友となり、明治天皇にも可愛がられたと言います。学問では早くから才能を発揮し、東京帝国大学工学部造幣学科に入学します。1903年に銀時計で卒業後、そのまま大学に残り講師となりました。1911年、大河内は33歳の折に造幣学科の専任教授に就任。大河内は工学に物理学研究の手法を導入し、弾道学の分野で高い成果を上げました。大河内の転機となったのは、1921年、43歳の折、理化学研究所の所長となったことでした。理化学研究所は、高峰常吉の発案と渋沢栄一の支援により、アジア最初の近代的な基礎科学総合研究所として、1917年に設立されました。しかし、設立して間もなく、資金難や役員人事に悩まされていました。大河内はまず、当初は分けられていた、科学部と物理部の垣根を撤廃。十数名の主任研究員を選出し、主任研究員制度を設立させました。これにより各主任研究員は、科学や物理、理学や工学といった領域に惑わされることなく、予算内で自由な研究を行うことができるようになりました。続いて研究成果の早急な産業化を進めました。高橋克実が抽出したビタミン A をはじめとして、桜井の量の理研管工士、指原圭一の理研ピストンリングなどが事業化され、大きな成功を挙げました。それらは理研コンセルと呼ばれる財閥を形成していきます。そんな中、1937年、日中戦争が勃発します。続いて1941年には太平洋戦争が開戦しました。理化学研究所はその中で軍需品の製造に関わり、また、大河内自身も内閣顧問に就任しました。戦後になると、大河内は永久戦犯として収監され、理研コンセルンは財閥解体によりバラバラとなりました。大河内は1952年に73歳で脳梗塞で亡くなります。1946年には釈放されましたが、不遇の晩年となりました。大河内は現在においても理化学研究所の立役者として、また基礎研究と実業を結びつけた人物として知られています。以上。いかがだったでしょうか。今日では理化学研究所はスーパーコンピューター、強や富岳の開発で知られています。もっと技術史について知りたいという方は、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。感想やリクエスト、どんなことでも構いません。では、今日はこの辺でお開きといたします。また次回。